それでは UI 福祉公社の宮下さんにお話を伺ってきます。よろしくお願いします。お願いいたします。まずは調布 UI 福祉公社について教えていただけますか。はい、調布 UI 福祉公社は平成2年に設立され、現在に至るまで市民相互の支え合いを理念に掲げ、さまざまな取り組みを行っています。その中でも今回は支え合いの地域づくりを行う住民参加型事業の協力会員活動と、市民へ広く福祉の啓発を行う福祉講演会についてご案内させていただきます。協力会員活動というのはどういうものなんでしょうか。協力会員活動とは、公社で行っている有償のボランティア活動です。住み慣れた地域で誰もが安心して暮らせるように、住民同士が助け合い地域を支える活動です。18歳以上の健康な方で活動に興味のある方なら、資格や経験はいりません。誰でも気軽に参加できるわけですね。そうですね。主な活動について教えていただけますか。はい、主な活動内容は、買い物、掃除、外出時の付き添いなど、支援が必要な高齢者などへのホームヘルプ活動や、365日昼と夕に手作りで真心のこもったお弁当を作り、お届けする食事サービスの活動をしています。また活動以外にも、協力会員同士の親睦や交流を通して楽しくやりがいを持って活動されています。どのような活動をしているんでしょうか。はい、10月末現在309名の方が登録されています。年齢層は幅広く、大学生から元気なシニアの方々、また小学校のお子さんを持つお母さんたちも活躍されています。登録されるきっかけとしては、少しの時間でも誰か人の役に立ちたい、車の運転が好き、料理を作ることが好き、介護の経験を生かしたいなど、様々です。得意分野を生かせるわけですね。そうですね。協力会員になるにはどうしたらいいんでしょうか。はい、定期的に協力会員の登録説明会を実施しています。随時司法にてご案内しております。また個別に登録を受け付けることもできます。初めてボランティア活動をしてみようという方も、まずは話を聞いてみるだけでも結構です。お気軽にご連絡ください。次に福祉講演会について教えていただけますか。はい、26回目を迎える今年度は、講師にノンフィクションライターの中澤真由美先生をお招きし、お一人様の就活、最後まで地域で安心して生きるためにというテーマでお話をしていただきます。来年1月30日土曜日午後1時30分から午後3時までグリーンホール、小ホールで行います。参加費は無料です。どのような内容になるんでしょうか。はい、中澤真由美先生は長年雑誌編集者で勤務され、現在はフリーランスで活動されています。ご友人の介護をきっかけに、医療、福祉、介護の分野へ関心を深め、高齢になっても安心して生活していくための知恵や工夫を収めた著書を多数執筆されております。中でも高齢期のお一人様に焦点を当てた著書が多くあり、高齢期を単身であっても安心して過ごせるように、さまざまな知恵や工夫を凝らされています。全国的に講演活動も行っていらっしゃいます。地域でも積極的に活動されており、在住の世田谷では世田カフェ認知症カフェを主催され、支え合いの地域づくりに力を注がれ、多方面でご活躍されています。この福祉講演会では、老後の10か条ということで、10項目のテーマで、実際の生活に役立つ具体的で分かりやすいお話をいただける予定になっております。ぜひたくさんのご参加をお待ちしております。ためになるお話を聞けそうですね。申し込みをしたいと思ったらどうしたらいいのでしょうか。はい、電話またはファックスで申し込みを受け付けております。申し込み順としております。要約筆記や手話通訳もありますので、ぜひ多くの方のご参加をお待ちしております。UI 福祉公社の宮下さんにお話を伺いました。